8400万円の寄付の件とえまあその原資となっているであろう5億円の借金の件。 そして最終的にはその借金をえ返すための政党の助成金からえ我々の税金からですねえこう動かしていくそのえスキームスキームの件からは上杉隆さんは逃れられないわけですしあと、そ,そことの,の8400万円の,その先との,その,何あの利害関係の中でのそういうなんかえ不貞行為みたいなものがもしあったら でないんだとするならないから否定しないんじゃなくてないんだったら否定しておいたほうがいいですよってねもし,もしかするとお縄になるかもしれないからこれ民,民法民事的な処置だけじゃなくて刑事的な処置が入るかもしれないわけですねこれですね出資の受け入れ預かり金および金利等の取締りに関する法律ですからこれっていうのは民事じゃないですから 最悪おにななるかもしれないわけですよねだからそういう,う,いうところでそのなんとか行き先の金銭的関係から例えばねまあ全然関係ないですけどよくあるのがほらあれでしょ借金の方に体,体で返しなさいよみたいなやつとかってあるでしょ わかります <laughs> 借金を糧に体で返しなさいよみたいなそういう強制力とかっていうのもありますから,だからそういう疑われるようなことをしてるんであればとかねもしくはその何 NHK から国民を守るというという法人のね財産の立花さんがあの寄付したんだったらそれは違うかもしれないけど私はでは立花さんがね NHK 職員の時の,その退職金とか退職年金とかを貯め込んでおいてそれを8400万円やったとは考えられないし例えばパチンコで パチンコで、えー、パチプロ時代に稼いでた1億円とかねそういうものから8,400万円やったともちょっと考えられないしで一時的にもしかすると、えー、三崎優太が、ね、同席したということだから三崎優太青汁王子から一時的に借りたもので、えー、名義としては立花さん名義でやったのかもしれないしねだけどじゃ,じゃあ三崎優太にそれじゃあ何、えー、てうか返さないといけないとかねもし,もしそれがね、えー その何金銭のやり取りが増与とかそういうのだったら、えーそのね、税,税務処理とかどうなってるんだろうっ、ね、てだら気になるしねでそういうところに同席してたわけですよね三崎雄太も上杉隆も栃木本隆も浜田聡、ま、も。 えはい、日本で唯一の浜田聡アンチユーチューバーの、えー、大朝です。本日令和3年の3月21日日曜日、養子議会の大朝大臣です。NHK とかつ僧侶の上杉隆は「下手すりゃお縄なのにライブでのんきに意味不明なことを言っている、えー、8400万円は関係するでしょ?」というタイトルでお送りします。えー「下手すりゃお縄」というのは、ねまあ、もうごくわずかリスクはもう0.0何,パ0何パーセントかもしれないですけど私がね金融庁に電話して確認したら 政府って言ってなかったしそして堀エモ門が立花さんに対してあのそのお金の進め方って金融庁とかそういう当局に確認したんですかって言ったら「確認してない」って言ってるからリスクとしてはあるでしょって。 ねえー、でその8400万円、NHK から国民を守ると5億円の借金と全く関係ございませんよって言うんだったら話はちょっと違うけど、だけどちょっとだけしか違わないの。なぜかつそこに同席してるから、4名がね。上杉さんが言うんであれば、青白王子、三崎優太と、ね、あと浜田聡と、えー N、あの立花孝、上杉隆志で同席してるんでしょ、4人でね。ということは。 関係ないいですっていうのはありえなない話なんですよねで、えー、その中でもしねあの金銭的なそのやり取りの中で何、えー、て言うか肉体関係とか不貞行為みたいなものがあったのならばあったのならばそれ大変なことでしょって <laughs> それ大変なことでしょって、えー、そ利害関係者の中でそういうことがあるってことでしょ であのそれがも、うん、分かんないけどね、じゃあその事実がないんだったら結婚してませんだったら結婚してません、子供いないんだったらいません <laughs> とかね、えーまあ、そっちは言わなくていいかもしれないけどあ、言わない。 じじゃゃまずいんじゃないんなのだって今不定行為の疑惑がかけられてるわけですよねだからそれはないんだったらないって否定しないとでライブの中でこう言ってたわけですよね上杉隆さんはねないことは否定できないって否定できるでしょ頭おかしいんですかないことは否定しておいた方がいいですよもしこれしょっぴかれてもしお縄になったらねこの出資法かなんかでお縄になったらね なその何刑務所の中から、いや、えー、ないことはひ、その刑務所の中でもないことは否定できないんですよって,って言ってるんですが、みんなそれはね、あったと思っちゃいますよ、あのー、あの上杉さんを今、支持している人も、すべてすべからく、ああの人ああいう人なんだなって思っちゃいますよ、ずっと最後まで。だから、ないんだったらないです、早めに否定した方がいいですって、ありませんって、一切そんなことありませんって。 でなんか否定したみたいなこと言ってるけど、世間に対しては否定してないでしょ。<laughs> で、フラッシュの記事って世間に出てるから、えー、それないんだったら、ないで記者会見なりなんなりを開いて、そして、あのもう提訴しましたと、法的処置に出ましたって言わないと、そしてその、えー、森友の方も法的手,手段に出ましたって言わないと、記者会見かなんか開いてね、そういうことでしょ、立花さんが言ってた記者会見って。 ね、だからないならないって否定しなければ下手すりゃ刑事刑法上でやられる可能性があるんですよって。ね、まあ,はあの橘さんが言ってた背任とかね横領とかこっちはねさすがに受理されないんじゃないかなと思いますけど <laughs> だってね。あのし もしそれ,それがあるとするならば監督官にある人の一番権限強い人は立花さんでしょでその立花さんと2人でお金を集めてたからね5億円という大量の金額を2人で借金募ってたわけでしょダブル高しでねででさらにその8400万円の件に関してはじゃあその5億円が全く関係ないとしよう。 ね、<laughs> 全く関係なかったとする例えば三崎雄太関係からこうなんか来てるんだとするならばじゃあ当該者はそこにいた4人でしょ <laughs> 多分ね上杉隆史立花隆史浜田聡、えー、三崎雄太4人でしょ <laughs> だから関係ないわけがないの。だから 私からしてみれば浜田幸のアンチ YouTuber だから言うけど浜田幸が死因ってねこの件に関して死因としてる時点で信じられないわけその場に同席したのだったら何か言わないと国会議員でしょって参議院議員でしょってなんか立花さんに口止め,ら止められてるんですかって じゃあその止められている法的な内容とかは言,言えないかもしれないよ、例えば、ね、あのお背任容疑で、えーそれね、刑事告発国訴状を用意してるとかつんだったら言えないかもしれないけど、だけど <laughs>、ね、人としての立花、ね、さんが記者会見開いたい方がいいですよとかというのには賛同しますとかってね言ったほうがいいんじゃないの、なんかね上杉隆さんの件に関しては、そのね、この8400万に関しては、えー、関わってるんだから。 多分ね上杉隆さんがそのなんか同席した席でうどんを食べてただけですって、うどん以外何も食ってません, <laughs> そうどん以外は何も食ってませんって言うんであればね、否定した方がいいと思いますね。ないから否定できないんじゃなくて、ないんだったらないって否定した方がいいと思いますはい以上です。